美しいアナベルリーは2007年に新潮社から出版された大江健三郎の長編小説である。単行本は足しアナベルリー総家立住まかりつのタイトルで出版されたが2010年の新潮文庫版において開題された。作家生活50周年記念小説として新潮に2007年6月号から10月号まで5回短期集中連載された後、 2007年11月に新潮社から単行本が出版された。表紙は薄桃色の背景に山本人によるエロティックな奏画が描かれている。アナベル・リーとはエドガー・アラン・ポーの詩に歌われる少女である。この詩を元にしたアナベルという少女がウラジミール・ナボコフのロリータで描かれる。この二つの文芸作品が本書で参照される。本作の中でアナベル・リーの詩は 幾度か引用されるが、ひなつこうのすけのが使われている。作中で、私が、ロリータの新役の解説を書いたというエピソードが出て、来るが、2006年に、新潮文庫から出版された、若島ただし薬の解説、野心的で勤勉な小説家志望の若者に、を実際に、大江は執筆している。同作家である、私を、大学の教養課程の頃の友人で、 国際的な映画プロデューサーである木守が訪ねてくる。木守は30年前に二人が取り組んで、結局頓挫した映画の企画を再度立ち上げようと、提案する。私は30年前を改装する。私が1970年代半ば、禁止下の釈放を求めて、集団でハンストを行っているところに、木守は、女優桜尾見マガーシャックを連れて訪ねてきた。桜を、 主人公にして、クライストのミハエル・コールハースの運命の映画を撮る、国際的なプロジェクトがあり、そのシナリオを私に依頼するためである。桜は、戦災孤児で、占領軍の語学将校、マガーシャックの幼女となって、戦後、松山に暮らしていたことがある。そこで、語学将校は桜をアナベルリーに見立てて、8ミリメートルフィルムを撮っていた。 高校時代松山で暮らしていた私はそのフィルムをアメリカ文化センターで見た記憶がありフィルムの最後にチャイルドポルノのシーンがあったことを覚えていた一方桜自身はフィルムの内容を気にかけているものの確かな記憶を持っていないコールハースの映画の企画は進み原作を本案して私の故郷である愛媛の山奥の村の一揆の指導者で最後は 無残に療辱された、名助母の物語に重ね合わせることになる。桜は大いに乗り気になり、私の妹で村に住む朝とコンタクトを取り、伝承を取材して、役作りを進めていく。撮影の準備が進み始めた時、撮影スタッフが、子役の幼女を盗撮して、チャイルドポルノにしていることが発覚し、警察沙汰になる。映画の出資者が降りて、映画の企画は、 ついえるが、桜は映画を諦める気はない。気守りは、松山で、昔撮影された8ミリメートルフィルムの桜が、両軸されたシーンが映っている。無作序盤を桜に見せる。桜は、精神的に深いダメージを負い、アメリカに戻り精神病院に入院することになる。桜を降板させるためにこうした手段を取った気守りを、私は、老烈であると責めて、 私と気守りの関係は途切れる。そして三十年後、私はナボコフのロリータの新訳が文庫で出版された時にその解説を執筆した。それをあるきっかけから目に留めた桜が気守りに再度映画を立ち上げようと呼びかけた。それを受けて気守りは私にコンタクトを取りに来たのだった。桜の名助母への思い入れはそれほど強かった。 気守りは前立洗顔でこれを最終の仕事と考えている。気守りは私に小説の苦労ととして映画の小説を書いてもらいたいと言い、私は承知する。気守りがプロデューサーとして動き映画の実現の目処が立つ。桜は撮影のために愛媛へ行き、気守りは東京の病院に入院する。気守を見舞った私がその帰り道の電車の中で、 桜が名付け母の嘆きと怒りのくどきを演じている美しいシーンを想像するところで物語は終わる。ありがとうございます。